に関して、各政党は訴訟も検討と話していて、日本保守党もあかりちゃんも、そのことに関して言及してました。そんな中、なんと、翼の党の黒川敦彦が、日本保守党の党員のようです。豊洲で有本さんが、翼に話をしに行った時に、黒川に対して、党員ですよね、と聞いたら、趣旨に賛同して党員になってるとは限らないだろう。と言われたとのこと。なんだかね、あれだけ妨害してて党員になってるとはね。それでパーティーに来てたらしくて、料理をむさぼり食ってたらしい。むちゃくちゃ食べてたって話やから、ここぞとばかりに食べてたんやろうね。よっぽどご飯食べてへんかったんか？昨日から何も食べてへんから、ここぞとばかりに食べれるだけ食べたとか。仲間は来てたんかな？仲間も食べそうやよね。体の大きい男ばっかりやから、あんなんが何人も来たら用意してある料理全部食べちゃうかもしれんくらいやね。まあ、黒川のことだけ言われてるから、一人で来てたかもね。何人もとなると会費もかさむし。元寮。前代未聞のあの執拗な嫌がらせをした翼の党の黒川氏が、日本保守党党員。中日太郎。日本保守党党員であったとしても、保守党員同士の仲間割れを目論む輩がいるとも思います。黒川敦彦のように。お気をつけくださいね。夏広。黒川は、保守党党員として紛れ込み、情報を手に入れ、太郎と仲良しなので、元気にはとつらず。おかしいなぁ。供託金も没収なのに、どこに財源があるんだろうなぁ。財源に関しては、路上でミコネコのインタビューでも答えてたけど、デイリー新潮も記事にしてますね。不動産と M&A 事業をやっている会社を持っている。この会社は、共同事業者と共に政治活動をやっていくために立ち上げた会社で、昨年は億単位の利益を上げている。今、グループ全体では30人くらいで、社員は増え続けています。とのこと。この共同事業者ってのが、山中豊さんやないかな。事業は上手にやってるのか。そこで何か不正などあれば、そこから捕まえていくって線もあるけど、警察も調べてはいるやろうね。党員になってるってことは、結局は、潜入して情報収集するってことでしょ。だけど面が割れてるから、ちょっとこの人ってことにならんかったんかな。まだ、あそこまでの妨害をする前のことやから、わからんかったんか？だけど分かったからには、パーティーとかに来てもらっては困るよね。いろんな内々の情報の話もするだろうし、それをもとに、また意表をつくようなことをしてくる可能性もあるしね。分かったからには、除名とかせんのか？和解して、仲良くやっていけるような相手ではないと思うけど、有本さんが話しに行った時に、近距離で話をしていたら、いきなりマイクを持ち出して、大音量で話をし始めた。それが国政機なんで、すごい音量。間近で大音量で話をされて、これも暴力的だと話してました。黒川たちが、あかりちゃんに対して、イスラエルの犬とか言ってたけど、シロちゃんは中東のことは難しくてよくわかりまへん。ただ、5月2日の朝8で中東のことについて話してました。ちょっと長いのでまとめると次のようです。イスラエルに味方しているとか中東に味方しているとかの話ではない。イスラエルという国があり、今まで戦争なりいろいろな流れがあったが、最近はアラブとイスラエルという絶対に和解できないと思われていた同士が、雪解け関係の途上にあった。そういう状態なのに、それをぶち壊すようなアメリカの大学での立てこもりデモが起きるのは、疑う必要がある。
アラブとイスラエルの関係正常化に反対している勢力がイスラム過激派のハマスであり、シー国であり、ロシアであり、ミサイル北。どちらを選ぶのかということ。アラブとイスラエルの関係正常化に反対し、世界を二分し、世界大戦争をしたいのか?という話。日本でも戦争反対のデモも起きている。しかし、その人たちの言ってることは、C国が言ってることと全く同じこと。その活動は、世界を大戦争に導く活動だが、分かってやっているのか。イスラエルが悪いという人たちは、自由民主主義社会を憎んで、それを転覆させようとしている人たち。どんな暴力的なことをしても、それを正当化しようとする。こういう状況の中で、イスラエルを応援しているなどという単純な話とは違う。結構難しいことを話してたんで、詳しく知りたい人は、5月2日の朝8の1時間23分あたりから見てください。この暴力を正当化しようとするってのは、翼のやってることと同じよね。複雑な歴史的背景があるから、一言では言えんことなんよね。そやから、根本が言ってたこととかは、表面的なことだけ言ってるってこと。それか、行動を見てると、C国寄りで自由民主主義社会を転覆させたいってこともあるかもしれん。黒川の師匠の中核派生き残りである斉藤正氏が提唱していることと同じ。すると、確か国盛りの水島さんも、あかりちゃんがイスラエルを擁護すると言って批判してたよね。水島さんは、いろんなことを分かって言ってるのか、それとも、もしかして自由民主主義社会を転覆させるという根底の思いがあるのか?気になるのは、巫女猫が国盛りを推してたこと。巫女猫が翼とつながってるということは、国盛りもつながってるのか?歌手を歌ってる国盛りやけど、ちょっと要注意かもしれんね。本間奈々さんも辞めてるし。そんなことで、黒川が日本保守党の党員で、パーティーでたらふく食べてたという話でした。もしかしたら、バレたから党員辞めたかもしれんけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。